よお前ら、俺様だ。今日も太陽がボーボー燃えてます。今日はね、2021年何月だっけ、8月か、8月の20何日だっけ。今日あれ、今日は28かな、多分。そうですね、28日ですね、土曜日朝、多分10時半ぐらいです。新宿のね、歌舞伎町のところで今、あの地盤屋の信号の、ね、信号待ちしてます。このね、横断歩道はウィスパー色もしくはコマさん色です。ご飯食べに行きます。展示ブロックはおしっこ色です。このね、産業の看板は地盤屋色です。産業にね、1行足すとね、4行になりますよね。4様はペ様と言い換えられるので、4行だったらね、ペギオとも言い換えられるんですけど、でも4行じゃなくて産業なんで、ペギオとは言い換えられます。これも地盤屋色です。どうするかな、あそこ行こう、あのなんか沖縄料理のところ、なんだっけ、ヤンバルだっけ。結構ミニ扇風機持ってる人多いけど、あれ結構涼しいらしいですね。アコムの看板はジバニャン色です。快活クラブの看板はジャイアン色です。大黒屋の看板はおしっこ色です。あれお仏壇の長谷川テラシしてます。でこの部分はなんかジバニャン色がかってます。地盤屋のかかってるでしょ。なんか優先、バスに優先とかそんなんですかね、わかんないけど。展示ブロックはおしっこ色です。展示ブロックとね、便座ブロックって似てるけど関係ないですね。あ、この水戸って前あれですね、あのなんかあれですよ、あの文人さんと清猫さんと吉田さんと来たとこですよ、前な、3年ぐらい前、もっと前か、3年ぐらいだね。防火水槽の看板は地盤屋のです。これは新宿区役所ですね。これ鳥吉商店ってことかな。あのワンダの看板は地盤屋色です。これ地盤屋色、これはジャイアン色、あの UP ポスターは地盤屋色です。でそこはあばら骨ゾーンです。これゴツゴツしてる木だから、これあれですね、地盤屋の腹巻き、あの擦りつけてなんかボロボロにしたいです。客引きは条例違反です。文字が地盤屋色で、看板自体はウィスパーもしくはコマサイロです。カラオケパセラパーティーダースパーの看板が地盤屋色です。これ地盤屋の腹巻きとかね、ガラスもこの中に入れたいですね。ここはちょっとジャイアン色がかってます。
どこだっけ、いつもね迷うんだよね、あのヤンバル、この昇格のこれはジバニャン色で、佐藤の粉はウィスパー色もしくはコマさん色です。これドナイヤだってジャイアン色そっちの方だっけ、こまんだっけか、このカーペットはジバニャン、カーペット絨毯かな、あれなの違うな、なんかちょっと違うっぽくないか、これジバニャン色です、こっちおしっこ色です、やばい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 、音声鳴らす嫌がらせ、曲はまずいんで通れないの、こう音鳴らされてるから著作権引っかかると困るんで、ちょっとあの通りはねダメです、これお仏壇の長谷川寺らしい、あっち、ね、俺様ね、あの今から北海道行くからさ、夕方北海道行くんですよ、だからちょっとね服ね、あのちょっと上着てるんで汗ね、もうこんな汗がやばいね、これおしっこ色です、荒牧坊坊です、いやだ、これ駐車禁止の看板自体がウィスパールもしくはコマさんので、文字がジバニャン色です、これ区役所のね、なんか緊急車両の出入り口だって、まずい、これ福山通運がお仏壇の長谷川寺らしいです、これ開花の裏側ですね、看板がジャイアン色です、おしっこ色のラックはね9時間ごと110円だって、おしっこ色と青で分かれてるんですね、
この鎖がおしっこ色です。こっち側だったわ。俺様さっき渡ってたからこっちが良かったんで、マジ。あそこ、佐川がね、待ち伏せしてます。これパラリンピックだって、地盤やん色。バーガーキングの看板はジバニャン色です。アイフルの看板もジバニャン色です。コカコーラの車もジバニャン色です。性能のね、カンガルーマークもジバニャン色です。三兄弟のうちね、佐川と郵便のね、共演です。ジバニャン色の郵便配達、俺はお前が俺を見たぞの、なんか監視マークがついてます。こっちにも郵便配達です。ジバニャン色ライト照らしにしてます。ライト照らし、天神ラーメンってさ、池袋のロールもあるけどさ、これなんか安いよね、ここね。そもそも博多の本場の天神はなんかラーメン400円ぐらいで食べられるって聞いたことあるけど、俺様ね、最近よくね、このね、ヤンバル来るんですよ、ジャイアン色の。これ美味しいんですよ。なんかね、前ね、この前ね、6月に沖縄に行った時に食べた沖縄で食べた沖縄そばよりもこっちの沖縄そばの方が美味しかったです、俺様。で、ここね、1号店と2号店があって、前はね、1号店にね、よく行ってたんだけど、2回ぐらい2号店に来てね、2号店の方がね、なんか冷房が涼しいから、俺様でね、2号店にしてます、最近はね。はい、ということです。それではさよなら、ボーボー。